これね、縦にうねりの入ってるやつ、よーく見るとこう、うねりが入ってるじゃないですか。とんでもなく蒸れると思います。汗びちょびちょになると思います。なんで完璧なのかというと、竹感がめちゃくちゃいい。はい、本日はですね、こちらパタゴニアのシャレオツボーイショーツをね、ご紹介していきたいなと思います。ということで、パタゴニア新作やと思うんですけども、こういうね、コーデュロイのショーツが出てきたんですよ。コーデュロイって、大体街中でおしゃれな人履いてるじゃないですか。普通は大体バギーズとかで取り扱いもしやすいし、水陸両用で使えますよね、みたいな感じで、バギーズショーツかロングに行くっていうのが大体相場なんやけども、たまにこのコーデュロイに行く人がおるじゃないですか。で、コーデュロイってね、ご存知ない方もいらっしゃるかもしれないですけど、こういうね、縦にうねりの入ってるやつ、よーく見るとこう、うねりが入ってるじゃないですか。このことをね、コーデュロイって言うんですけども、このコーデュロイって、大体秋冬に使われることが多いんですよ。なんでなのかっていうと、このボコボコしてる生地感によって、温める保温性があるっていうことで、よく秋冬に使われたりするんですけども、もう今や、ウールの素材を夏に使ってみたりとか、あんまその辺関係なくなってきてるから、真夏以外やったらね、履けるんちゃうかなと思ってね、一度購入してみました。この色、見たらわかりますよね。どう考えても僕合う色なんですよ。パーソナルカラーで言うと、もう絶対合う色なんで、オータムの人はね、めちゃくちゃ合うと思います。ただ、この色人気やったんかして、もう公式サイト見たら、サイズがね、32っていうサイズしかなかったんですよ。今32しかないんかっていうことで、まだ履いてないんでね、サイズ感どんなもんかわかりませんけども、ちょっと一回ね、履いてみたいなと思います。はいと、まあ、こんな感じで履いてみました。32なのでやっぱりウエストはだいぶめちゃくちゃ余裕がありますね。ほんまは多分僕30か29かどっちかやと思うんですけど、まあ、ちょっとだいぶ大きいかなと思います。で、今回なんですけど、このね、正式名称がオーガニックコットンコードユーティリティショーツっていうショーツなんですけど、これね6インチなんですよ。6インチパタゴニアでっていう人やったらめちゃくちゃ鋭い。なんでかっていうと、パタゴニアのバギーズショーツって皆さんご存知の5インチじゃないですか。で、5インチで、いやー5よりもうちょっと長いのがいいねんなって言ったら次7になるんですよ。おい6どこ行ってんってなるけども、6がちょうどないってなった時にこれが出てきたんですよ。6インチってちょうど欲しかったサイズ感、丈感やねんっていうことでドンピシャの人も結構いてると思うんですよね。またなおかつコーデュロイやから異素材じゃないですか。同じコットンなんですけど見え方がだいぶ変わってくるんですよね。上のコットンの風合いの感じと下のコットンやのにコーデュロイやからうねりがある感じっていうので、だいたい同素材でいくとあんまり味気なくなってくるんやけども、こういうね素材感のこのボコボコした感じがまた雰囲気変わってくるし、これで B3 なんか最高なんちゃいます。それこそこのレインボーサンダルなんかね、ワイハーで買ったサンダルですわ。ワイハーで買ったもう6年前のサンダルですけども、これを履くと、あ、もうバッチリ。もうサーファーになってるじゃないですか。岡サーファーね。こないしてね、こないしとったらもうほんまにこれで海沿いっといてください。で、これだけで完璧。自分の中でも仕上がってる。なんで完璧なのかっていうと、やっぱ丈感でしょうね。丈感がめちゃくちゃいい。ウエストで行くと、今の位置は僕ここなんで、ちょっと上には上がってるんですけど、バギーズロングでちょっと長いなと思ってる人なんかはバッチリやと思うし、バギーズショーツもちょっと短いねんっていう人なんかは、最高の6インチがパタゴニアからとうとう登場したということになっておりますし、これ海シーズンだけじゃなくて海帰りの時なんかは僕ちょっと長袖着てね、奥さんとしてね夕日なんか見ながら、また来年も来ようなーなんて言ったりして、もうフィーってなるじゃないですか。でもそのバック車でね乗ってね、こうやって運転して、いや今日もほんま楽しかったなーなんて言ってバックする時なんか、こうやって後ろ見てカッコつけてバックなんかしたらもう最高じゃないですか。ザ夏の男ってなってくるから、こういうねロンティードももちろん合いますし、あんまり短すぎるとやっぱ夏しか着れなくなってくるんですけど、6インチっていうちょうどいいサイズ感が、こういう長袖の言うたらこういうロボティーなんかはもうめちゃくちゃ相性いいでしょうね。夏で焼けた肌、焼けた肌にコーデュロイのちょっとくすんでる色味、もうこれが最高に合うんですよね。で、そういうのがオーガニックコットンのショーツなんですけど、ちょっとねデメリットがあるんですよ。で、何がデメリットなんかっていうと、僕履いてみた感じすごいね風通しは良さそうなんですよね。この通気性とかパターン的なパターンとしてジャストすぎて、うわ全然風通らへんわっていうのも全くなくて、むしろ快適なんちゃうかなっていうパターンはパターンなんですけど、やっぱり生地が分厚い、それがやっぱりね熱いんじゃないかなと思います。で、バギーズショーツとの一回厚みの比較したいんですけど、バギーズショーツがだいたい 0.3 ミリぐらいなんですね。で、今回のショーツが 0.844 なんですね。バギーズショーツって夏場でもたまに車乗ってたりしたら、ここめっちゃ暑い時あるじゃないですか。やたらとここに汗かくっていう時あると思うんですけど、それがこのショーツ履いちゃうと 2.5 倍ぐらい暑いので、とんでもなく蒸れると思います。汗びちょびちょになると思います。だから真夏に履くっていうような多分ショーツじゃないんですよね。特に真夏の日中くっそ暑い時なんかにこれ履いてたらもう見てる方も暑いけど、夕方になって寒なってきたりとか、ちょっと風吹いてきたなーなんていう時にこういうの履いてあげると、他の人らはだいたいバギーズショーツでこうナイロン履いてるのにもかかわらず、うちの旦那だけちょっとオシャンティーなコーデュロイ履いてるじゃないのってなってくるじゃないですか。って考えたら大人の方向けですよね。完全にちゃんと TPO に分けてできる人っていうのいてるじゃないですか。例えば夏の海行く最中ウェーって盛り上がった柄のパンツから行くんやけども、帰る時なんかはちょっとシックに大人っぽく行こうぜっていう方なんかにはめちゃくちゃ履ける一本になってくるんかなと思いますし、これでシャツも合うでしょうね。もうこれでねサングラスかけてみなさいよ。オーシャンやん、雑誌のオーシャンになってるやん。もうオーシャンって言ったら僕ら大
大学生の時からずっと好きで見てる雑誌ですけども、こういう感じのちょっとマリンのセレブリティな雰囲気っていうんですか、そんなんとかも良かったりするかなと思いますし、おすすめのシーンとしてはやっぱり海とか、もちろん街中でも全然行けるんですけど、いつもの化学繊維っぽいパンツに飽きたっていう時なんかはちょっと雰囲気変えてね、こういうコーデュロイのパンツとかっていうのがサーフ系のブランドからは出てるんですよね。パタゴニアからは今年初かもしれんけども、サーフ系のブランドってちょこちょここういうの出したりするので、よかったらね見てみるのもいいかなと思います。確か値段が12,000〜13,000円ぐらいだかな、ちょっとこっちに今詳細出ると思うんですけども、バギーズショーツとかに比べると少し値段は高いんですけど、オーガニックコットン使ってるからもちろん値段はねおのずと高くはなってくるかなと思うんですけども、おそらく染色としても後染めになってると思うんですよ。製品にしてから染めてるか、生地にしてから染めてるから、洗えば洗うだけ風合いも出てくると思います。こういったバギーズショーツなんかは洗っても洗っても風合いは出ないので、色が薄くなってきたりするっていう、こう経年変化が出るっていうのは全く楽しめないんですけども、むしろこれは色が焦る、直射日光とか当たったらここだけ色焦るとか、真っ白ここだけなるとかっていうのあるんやけど、このコーデュロイのこのパンツに関しては洗えば洗うだけより風合いとかちょっと白っぽくなってくると思いますので、まあ、これコットンのならではの良さと思うし、あとおそらく生地染めなのでより経年変化が出やすいから、何年も何年も着ていて楽しめるようなパンツになってるんじゃないかなというふうには思います、ということになってます。毎年ね、大体夏になったらサーフ系ってってなるんですよ。もうからもう毎年からってなんねんけども、夏になるとなんか興味出てくるんですよね。サーフ系ええよもう俺丘サーファーやしサーフィンせえへんしって言ってんだけども、気がついたらやっぱサーフ系をちょっと見ちゃう、レインボーサンダルも履いちゃうみたいな感じになってくるので、多分それね頷いてくれる人いてると思いますので、そういう方なんかには向いてるパンツじゃないかなということで、本日ですねパタゴニアのオーガニックコットン行動 UTT ショーツを紹介してみたということになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。